はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。本日は、7月24日新イベント竜宮アドベンチャーが始まっております。18イフなんでしょうか、これ。学校暮らしっぽい。白く可愛らしいやつ。そうか。嘘やで、来た、ここで。任せとけって。鏡の鍵も嘘やで、になってほしかった。本当、トンサキさん、悲しかったもんな。竜宮アドベンチャー。アドベンチャーですね、冒険。どういうゲームかっていうと、まあいつも通りですよね。集めて、クレアの水着がもらえるっていう、そのぐらい。クレアの水着行くぐらいだったら、カオス先生とかの5のキャラクターの方が、気合を入れてくぞ。やっぱり強くできるんでいいですよ。いいと思うんですよね。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。花より団子みたいなこと言ってるよね。まあそんな感じです。まあ1日無料の10回召喚もう終わりました。先ほどやったんですが、残念ながら星音一つということで。まあでも星5が出たりもしましたからね。さあ、ストーリースタートです。嬉しそう。さあ、カオ先生でかい。いいと思います。はい。ブレンド S なんだけど、ド S のキャラじゃないの。いいな、この青い。キララさん、意味深ですね。よっしゃ。ん、ハルカナレシーブはいないんだよな。かわいそう。はい、なにこれ、やばい、エロい。どうした？敵ですね。あれ？倒した。うんうん。ひっくり返されて起き上がれない。いやいや。竜宮城。竜宮城をベースにしたって言ったらやっぱり歌う大竜宮城ですね、昔の。東映不思議コメディの。そうなのか。
姫ちゃん、嬉しい、乙姫様かな。そう、あの歌う大リーグ場のあれは亀じゃなくてタクシーなんですよね。お、呼吸できるんだ。なるほど。あれ、乙姫ってブレンドエースになんかそんなキャラクターなかったっけ。これあのブレスレット引き違えた即死なんじゃないの。そやで。クリーメント状、まあ、確かに、はい、クルジョーク。嘘やで、さて皆さん、私にとっては絶世のマーメイドです。行ってみましょう、リュウランドへようこそ。なるほど、ベータ版なわけですね。いやいや、中野焼け幅が舞浜、舞浜ってなんだろう、そこには夢があるのかな。怖いよ、ライライライ。すみません、雑音が多くて。そうだ、せやな。よっしゃ。読み込みが追いつかない感じ。絶叫やし。おっと、どうしたんだ。警告。ふう、何この顔、何。さっきのあの魔物との関連もあるんだろうか。皆さん、私にとっては絶世のマーメイドです。さあ、4節です。さあ、何が起こったんだ。これは分からん。どえらいこと、どえらいやつ、ま、はい、やばいこと、緊急閉鎖？なんと、うわ、大衝撃。
これでですね、第4節まで終了ですね。遊ぼう、海底のテーマパークは開放。何をジロジロ見ているんですか、この豚野郎。ありがとうございます。というわけで、収集クエストやっていきましょう。